じゃあ昔多治見在住の女流作家でした。で当時多治見で書いた、これが唯一じゃなかったと思うけど、最初の作品、これ当時なんか賞を取っちゃったんですよ。当時の次元ね、誰かの奥さん、多治見に嫁いだ奥さんだったわけですけど、で今日このね、桃花と銀の蝶っていう、まあ、仮のタイトルですけど、この物語のプロット完全にね、完成しました。まあ思い出したというか、ちょっと修正してね、毎次元同じ話書いたらあかんから、だからこれはまあ古い次元からの話なんですけど、驚くべきことにこれ門真時代にここまで書いてるんですよね。まあ一応第一部が1から7一つのノートでいろいろ数字書いたりしてるけど、で第二部もだいぶ意外と分厚い、これが第二部、こっちが第一部ね、結構書いてるねんけど止まってたんですけど、ね、まあプロットできててももう書けなくなってたのは、あまりに政治活動忙しくなってね、また書けそうかな。今日多治見、今日もね、喫茶店はしごして完全に思い出したんですね。理由はまた説明しますけどね。